株式会社小築マルチプレックスシアターズは、ムービックスなどの映画館を経営、運営する小築株式会社の完全子会社である。現在、北海道と四国を除く地域に25サイトを展開している。東方シネマズと競合している地域のサイトでは、配給側の意向で、東方邦画系の作品が上映されないため、ラインナップではやや劣るが、 その分身にシアター系の上映作品が多い。音作りにはこだわっているとしており、その音響の正確性やサービスの向上に対する姿勢が評価され、週刊ダイヤモンドの顧客満足度調査で、シネマコンプレックスにおける1位にランキングされたことも、ある。小竹は、国内工業会社としては、シネマコンプレックスへの進出が早く、1990年から、海外情報の収集を進め、 1996年5月には、ムービックスの運営会社となる小築マルチプレックスシアターズを設立した。1号店は1997年3月20日にオープンしたムービックス6号である。当初の目標として、2000年までに10畜100スクリーン、国内のスクリーン数が3000を超えた時点で1割に当たる300スクリーンというものを掲げた。 しかしながら、ノウハウ吸収を目的として、合弁契約をした、シネマクシアターズとは開発スタンスの違いが原因で、合弁契約を解消したり、競合会社の増加によりテナント契約が困難を極めたりしたため、出店計画に若干の遅れが発生した。現在では、小畜の運営するシネマコンプレックスや小畜と他社の共同運営サイトの持ち分も含めると300、 スクリーン弱、工業収入は13%弱のシェアを握っており、おおよそ当初の目論み通りとなっている。2001年開業の京都は、小築発祥の地で球体化した小築の上映館を建て直した経緯から、小築本社による直営で運営を、小築マルチプレックスシアターズが担う関連施設であった。二千十年十二月十四日に、陶撃や 松竹系のチェーンマスター丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーを含む、松竹本社の映画工業事業を分割し、松竹、マルチプレックスシアターズに吸収させることを決定したため、2011年3月1日に、松竹直営劇場はすべて松竹、マルチプレックスシアターズへ移管された。移管された劇場のサービスは長らく変更されていなかったが、2014年春頃から、 メンバーズカードや座席予約についてはサービスが統一された。コンセッションの統一は行われていない。主要ブランドであるムービックスの看板キャラクターはヒッポコブラザーズという用紙の違う直立二足歩行の三匹のカバ兄弟で CG デザイナー村松直之の手によるもの。元は 3DCG で描画されマナーを促すフル 3DCG アニメやチラシなどに登場していたが、 二次元のイラストとしても描かれるようになり、2009年にイラストタッチのアニメによるポリシーシネマが制作された。流れるテーマソングは映画って楽しいね。というタイトルで作曲、歌は福井陽介。ポリシーシネマは予告編前に鑑賞マナーの告知に続いて流れるほか、ムービックスの公式サイト上でも見ることができる。なおプロモーションを兼ねた。 上映作のタイアップによるものに差し替えられた例がある。CM マナーアニメと予告編の間に挿入されるムービックスロゴアニメのカットでは下部にプレゼンテッドバイ SMT のキャプションがあったが2006年頃から省かれている。サービスとしては会員システムの SMT メンバーズやインターネットチケット購入システムなどがある。飲食物は劇場内のコンセッションで購入した。 飲食物のみ持ち込みできる。ドリンクはコカ・コーラ製品を販売している。会員システムのムービックスクラブは入会金が500円必要ではあるが入会すると白濁りライトカードタイプのポイントカードが渡された。入会特典として10ポイントもらえた。ポイントについては窓口購入だと1本で10ポイント、インターネット予約だと1本で12ポイント付加された。60ポイントで ムービックスクラブセットという無料招待券1枚とサービスポップコーン引き換え券のセットが渡された。このポイントはチケット発行時と同時に付加されるので、例えば1本目に有料鑑賞して60ポイントを達成し、2本目は無料で鑑賞というはしごも可能であった。ただし 3D 作品、特別工業などには使用できなかった。さらに、 2009年9月1日から上記60ポイントに加え20ポイントで映画が1000円で鑑賞できるクーポン1枚と引き換え30ポイントでホットドッグ、ポップコーン、豆腐2品と引き換えという特典が追加された。これにより映画サービスデー以外でもポイントさえ残っていれば実質1000円鑑賞が毎回可能となった。ポイント使用時は後日のお先に ネットの自動発券機にカードを挿入し引き換え券を発行。60ポイント無料鑑賞のインターネット予約はできないので引き換え券を発行し、チケット窓口で入場券と交換となっていた。ポイントの有効期間はチケット最終購入日から半年間。紛失などによるカード及びポイントの再発行はできないので会員を続けるには改めて500円を支払い。 再入会が必要。ただし、破損、時期不良によるカードの交換は無償でできた。また、会員特典として、下記のような優待サービスがある。SMT メンバーズへの移行のため、2013年8月末でポイント付与を終了し、2014年5月末でサービス終了となった。丸の内ピカデリーの ドルビーシネマスクリーン平成最後の金曜日となった2019年4月26日、ムービックス、埼玉内にドルビーシネマスクリーンがオープン。その後、同年10月4日、有楽町マリオン新館5階の丸の内ピカデリーさんを、ドルビーシネマに改装、リニューアル。2020年3月6日には、ムービックス京都にも新設され、SMT 系列では現時点で3サイトに、 ドルビーシネマが設置されている。エクスパンディ方式を採用している。3D メガネは液晶シャッター式で電池が内蔵されており、電池切れなどによる不具合で映像が 3D に見えないことがある。その場合、スタッフに申し出て別の 3D メガネと交換する必要がある。3D メガネは貸し出し品で上映後に返却しなければならない。3D メガネの持ち出し防止のため、 亀有、三リ、の劇場には試験的にセンサーが設置された。現在は大阪ステーションシティシネマにて採用したネストリ 3D シネマシステムへ入れ替えを行っている。液晶シャッター方式でエクスパンディと同様のアクティブシャッター方式だがエクスパンディに比べて気度が高くメガネも軽量で装着感も良い。防犯タグ内蔵。また子供用アタッチメントもある。 アルバイトの制服は2016年に1月頃まではオンワード生地制で長袖ワイシャツにピンク色のベストを使用していた2016年2月頃からは同じくオンワード生地制でオリジナルデザインの青い縦ラインの入ったシャツに変更されたまた寒い場合は黒いカーディガンを着用するなおズボンやシャツカーディガンにはポケットが一切なく その代わりにポーチを使っている。支配人、マネージャーなどの社員には制服はなくスーツを着用している。劇場マネージャーの採用は不定期に行われている。離職者も多いが人気の職種のため応募者は多い。はじめは契約社員からスタートで1年後正社員登用の試験を受けることができる。かつて愛知県名古屋市にあったピカデリーは中日本工業が運営していたため、 小畜系ではあるものの、当社とは一切関係なかった。ありがとうございます。